ベネストームというですね、住宅会社を経営しております相田と申します。2012年創業なんですけど、ヨーロッパや世界の最先端の高性能住宅の性能だけを作る住宅会社としてやっております。もともと高性能住宅とはいえ、どうしてもエネルギーはかかりますので、できるだけ自分たちが使うエネルギーは自給自足したいという思いがあって、太陽光パネルと蓄電池を搭載しております。40年保証がついている、耐久性が高いのはさることながら、やっぱり発電効率も世界一っていうふうに伺ってますし、自宅なので一番いいものをつけようと思って採用しました。自家消費ができるように、もうちょっと弊社ウェルネスホームでオリジナルの自動制御のシステムがありますので、それも使いながらなんですけど、太陽光で発電したもので 90% ぐらいは1年間の消費エネルギーを自家消費したいと思っています。当然レジリエンスは考えています。昼間はもちろん太陽光が出ている時にお湯を沸かしたり、エアコンで温めたり冷やしたりするんですけど、夜の時間もどうしても照明とか最低限のエアコンが必要なので、賄える2日3日賄えるぐらいの容量はいいと思います。日本はまだ少し遅れてるんですけども、やっぱり脱炭素社会に向けて電力価格とかも非常に高騰してっていうのが世界各国で、まだ日本はこういうのも安い方なんですね。ご自分の家計を守る上でも、蓄電池に昼間電気を貯めてですね、売電はやはり16円ほどで非常に安いので、蓄電池にしっかり貯めて昼間の高い電気を賄っていただくことが非常に重要じゃないかと思います。